ちゃガリガリ言ってる。桜大戦2のね実況やろうかなと思います。どうもアザラシです。いや、ね、桜大戦の実況がね最終回を迎えて、この桜の季節ね、桜の咲き始めるこの季節に間に合わせたかった桜大戦2の実況です。いやー、やりたかった。これを君死に頼むことだから、ずっとやりたかった、ずっとやりたかった桜大戦2の実況だ。やっぱ1とは違うよ、1とは。オープニングも洗練されとるな。オスカル違う、ロミオとジュリエットかな、違う、リア王だったかな怪しい。これあれか、1の劇だよね。1の劇を、あれこれロミオと、あ、青い鳥、青い鳥、これ歌う方がいい。1と比べてアニメの出来も、アニメの出来っていうか綺麗になってる、全体的にね。レニだレニ、かっこいい。桜くんの凛々しいもの、織姫でたな、織姫だな。レニが真ん中センターで、アイゼンクラフトだ、クラウトだったからね。てんてんとこう二人が足されるんですね。さあこの上がるオープニング、あれ桜で桜鉄の別の曲じゃなくて、あれ、あの別の歌詞だったよね。劇帝国歌劇団の2番なのかな、あれ。いやー、やりたかった、桜大戦2やりたかった。実はですね、セガサターンの時に桜大戦2やって、一番初めに買ったのが桜大戦2で、でドリームキャストでボリュームマイクもそれで2のものを聞けますか、どういうこと、これでいいんか、ええんか、ええんか、怖い。1のデータが引き継げたの、おお、クリア記録が、はい、さくらしかクリアしてないけど、いきますよ、いっちゃいますよ。だからセガスターンで1やって、あ、2から桜大戦に入って、で1位あるじゃない、戦闘移動速度を速くしてくれ、テレテレ、サウンドはもちろんステレオで OK っす。キー設定、おー、あ、いろいろできるけど、上空いる？まあいいか、うん、本日の予定、ね、だから桜大戦はセガスターンでやったから、ドルミキャスト版を買ったはいいけど、もう やった記憶があるからやんなかったので、買ったはいいがやらなかった。でデータ引き付けるのはしてたけど、まあいいかなと思って、やりたかった。で一番このブランクがあるのは実は桜大戦2なんですよ。1はやったことが、いや2、1、3、4の順番でやったから、一番国立なんたら光栄。何これ、かっこいい。このゲージが桜大戦2ですね。硬派ナンパのアニメの出来が良くなってないですかね。言ったら一番記憶が遠いから、あんまり話も覚えてない、あんまり覚えてない、実はあんまり覚えてない。てててん、目覚めよ、
誰だ誰だっけ。いい入り方してますね。ちょっと音か。こんなもんか。どうだ、お前も一杯やらんか。こんなもんか。ちょっと音が。はっ。ちょっと音が小さいかなと思ったけど、まあこれぐらいで。これぐらいでいきます。はい。第1話、花燃える程度。花燃える程度。燃える。この頃には燃えって言葉が存在してたのかな。萌え萌えみたいな言葉、ね、昨日の嵐が嘘のようだな。多分20年前ぐらいに作られた言葉のような気がする。おかげで今日はうめえ酒が飲めそうだぜ。だぜな、おかみ。バックがビシビシになってるけど、バックがバシッて集中線が。それにしても相変わらず堅苦しいやつだな。桜大戦の1からの引き継ぎだから。お互い1年ぶりなんだ。どうしてたのこの人。再会を祝してまずは乾杯で行こうぜ。1年間どっかに行ってたみたいだな、どうやら。屋形船ですな。なるほど、南米を回っての演習公開だ。ご苦労。南米を回ってない南米を回ってたらしいぞ。だいぶ知られました。南米。そうかい、そうかい。南米。ところで大神、ペルーとかブラジルとかアルゼンチンとかあの辺だろう。その辺を行くことになんか意味あんのかな。平和なんてよ、言葉じゃ簡単だが、壊れやすい砂糖菓子みてえなものさ。砂糖菓子って実体これは何を指してんだろうな。砂糖菓子、砂糖細工、飴細工みたいな。あ、はいはい。今日お前をここに呼んだのは他でもない。ほい、戻ってこい兵撃。いやー、一日で戻ってきてますね一年あげてない、一日で戻って。異例ならここにある海軍大臣と参謀本部の認め印付きでな。ひでえ話。帝国海軍少尉小上一郎、少尉さんが秘伝に特殊任務として以下の部隊隊長への着任を命ずる。おお。帝国歌劇団対高魔迎撃部隊。おお。花組。はじめからあの歌劇団のかの字がこう歌じゃないかみたいな、そういうのが、また低劇で、そういう茶番がもうなくて、しておらんぜ大神粉骨最新の格好で頑張ります。ほら見てくれ、この青い矢印がこうグーッと今いったでしょ。これであの青が傾くと硬派になって、青がいくとナンパっていう言葉の選択肢もこれによって変わってくる。命がいくつあったらしいぞ。2のシステムですね。この傾き具合によって、まあ、その選べるルートみたいなのが変わってくる。変わってくるのか。隊長として再赴任する前に、まあ、これはあの戦闘パラメーターとかに影響する。パラメーター必殺技に影響するね。お前回復技になるとか、ね、花組の中で、特に思うところのあるやつはいるか。うるせえじいさん。まあ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 1でね、さくらくん選んでるから、さくらくん言っとくよ。そうか、ではお前が一番心に残っている隊員は誰だ。言っていいのかこれ。あの隊員間にあのしこりを残すぞ、ここで言っていいのか。あ、いや、これはあの 1でそうだったから、最後のエンディング迎えたでしょ、桜大戦。あそこでああいう風ななんかこうキスシーンまであってのここでね、ここでこれを言わないっつうのはちょっと桜かね、最後のあのシーンアニメーションになってましたね。おめえ桜追っかけて行ったんだってな
うるせえ。そうか、うるせえ。あれから1年も経ったんだな。あそこでなんかこういうキスシーンのあと1年間さくらくんも修行してるし、大神も、まあ、ある意味ちょっとね海軍の方に戻って練習してたと聞いて大喜びしとったぞ。何せ久々の再会だからな。だからな。大神さん。この館船の中にいて外から聞こえる程度に大声叫ぶ、ちょっと頭おかしい感じがする。あ、まあこれ開いてて向こうが見えたからってことな。どうしてもついてくると言って聞かなくてね。さくらくんにしなかったら別の人はここにいるのか。早く行ってやれ。お前に会えるのをずいぶん楽しみにしていたからな。これ外川でいいんですかね。川でいいんですかね。いやー、1年ぶりとかにこれやりたかった。1年ぶりとかのこのゲームやったらこのシーンの感動もひとしおなんだろうけど、1日ぶりだから、動画的には1日ぶりだから。さくらくん久しぶりだね。大神さん、すでに好感度が高い。そして少し丸くなってらっしゃる。少し丸くなったよな、少し。大神さんに会ったらあれも話そう、これも話そうと思ってたのに。でも制裁感はある。いざ大神さんの顔を見たら、やっぱこれがメインポイント。全吹き飛んじゃって。会いたかったよはないよな、こっちだな。ただいま、さくらくん。そんな表情で。これでまたご一緒できますね。私嬉しいです。さくらくん、よしよし、感激の再会も一段落ついたようだな。ジジイに見られてる。はい、また大神さんに会えて本当に夢のようです。ジジイに見せつけている。素直だね、さくらくん。とりあえずめでたしめでたしだな。よし、これでおしまい。もういいでしょ、さくら先生。もういいでしょ。近くの再会に水を差すようだが、お前たちに言っておきたいことがある。ほう。帝国歌劇団花組は、帝都の平和を守り、魔物と戦う戦闘部隊。お前たちには命をかけて戦ってもらわにゃならん。ほう。命をかけて再会して浮き立つ気持ちもわからんでもないが、恋人気分を引きずってもらっては困る。ほう、恋人じゃないのか。はい、恋人じゃないと思ってたんだけど、すでに恋人という設定で入った方がいいか。何が起こっても対応できる心構えが必要だ。はい、平和を守る仕事は甘くない。心構えは大切な仲間を失う悲劇を二度と繰り返さないためにもな。はい、大切な仲間、誰かを失ったかな。前のように仲良くやる分には全然構わねえ。要はけじめをつけろってことよ。要はけじめってのはどのラインかだよ。はい、わかりました。おっと、もうこんな時間だ。さくら、大神キスまでは OK。 そう言われる。連れてってくれや。さすがに迷いはしないんじゃないか。連れて。それじゃあ大神さん。連れて行ってもらおう。大帝国劇場に参りましょう。ポニーテールの人の強みはあれだよな。後ろだよな。後ろ。後ろ姿だよな。ポニーテールの強みは。だから桜大戦において桜くんはポニーテールであって、やっぱ正面向いてる時には魅力半減の状態で相対してるってことだ。だからリアル桜くんがいたら。今こう案内して後ろついてる段階でこうね、背中の頭の後ろ頭のこのポニーテールの髪の部分が指さしてんだろう。それはなかなかいいものだと思いますよ。さあ電撃に着きましたよ、大神さん。鈴宮春日の憂鬱のキョンみたいに
ポニーテールフェチではないけれどもね、ポニーテールの魅力はわかる。テネテネネテネネ、あの大神さん、テネネネネネネネテネネ、あ、どうした？さっき米田支配人がエンディングになるような気がする。恋人気分では困るとおっしゃいましたよね。支配人のおっしゃる通り、私たちは帝国歌劇団の舞台女優であると同時に、生徒を脅かす敵と命を懸けて戦う帝国歌劇団の隊員でもあります。歌う喜び、確かに今みたいにあれだ、BGM が BGM が気になって全然話が頭に入ってこない。明日を歌おう。だから私、米田支配人の言う通り我慢します。そうか、その間に浮気していいんすかね。いいんすかね。大神さんへの気持ちが変わったわけじゃありませんから。思いは、さくらくんの愛が思いは、ありがとう。今怪しかったな、今のなんか待ってたらなんか出るやつや、あれ。でもスッと答えるのがいいよし。はい、それじゃあ大神さん、そろそろ中に入りましょう。いいな、やっぱ2はいいな、全然違うな。ちょっと用があるので先に行きますね。もうす洗練されとる、1から比べて洗練されとる。秘密です。じゃあまた後でゆっくりお話ししましょうね。飛ばすとね、口が浮かなくなりますね。その海軍の服を着たままでええんか。早く早くもぎりの服に着替えよう。もぎりの服、桜大戦2から桜大戦に入ったもんだから、この辺のなんかすごく久しぶりみたいな感じで来てはくれるんだけど、え、誰みたいな。わいわい、お兄ちゃんだ、お兄ちゃんだ、おかえりなさい。アイリス、お兄ちゃんの帰りをずっと待ってたんだよ。はいはい、アイリスじゃないか。元気そうで安心したよ。それしても随分ご機嫌だね。目が酔っとるぞ。だって真ん中に酔っとるぞ。アイリスすっごく嬉しいんだもん。真ん中に酔っとるぞ目が。ほら、クマのシャンボールも喜んでるよ。うちの近くにシャンボールっていうあの焼肉屋さんがあった。シャンボールを見るためにジャンボールを思い出して、何かつながりがあるのかなと思って。特につながりないんだろう。変わったか？変わったかな？何がとは言えない空気。大人になったね。全然思ってもねえことを言っちまったな。めっちゃ上がった。2段階上がった。好感度が2段階上がった。心にもないことを言ってしまった。イレブン、立派な大人だよね。子供ですね。あ、そうだな、乾いた笑いが。ありがとうお兄ちゃん。さすがにアイリスをあの嫁候補みたいにするのはちょっと精神異常者ではないのかと思ってしまいますね。あのね、今ここにいるのはアイリスとさくらだけなの。ガキンチョすぎる。え、みんなどうしたんだい。あらあらあら、今お家に戻ってるよ。それは大変。パンダは沖縄に修行しに行っちゃったし、マリアはお仕事でニューヨーク、コーランもニューヨーク遠いな。お仕事で花屋敷支部に行っちゃってるの。コーランすぐ呼び戻せよ。じゃあみんなには会えないのか。でも大丈夫、みんな夏までには帰ってくるんだって。今春だから夏までにって結構長いぞ。結構長いぞ。寂しいの我慢できるよ。定劇がそんな少ない面積でも全然大丈夫なんだなっていうことが
目が寄っとる。割と目が寄りがち。じゃあお兄ちゃん、ハイリス先に行くね。あ、もう20分になってんだ。あ、アイリス行っちゃったか。しかしなんだろう、準備って気になるな。いいよ、大神。は、あ、ヨルダ中将、ヨルダ中将も今お付きですか。中将、中将はわりかしあの位が高いのでは。ついうっかり。今後は気をつけてくれりゃいいさ。それとお前は本日一蓋丸々を持って花組の隊長に入れぞ。まず事務局で着任届を書いて12時までに1階の支配人室で遅れずに顔出せ。はい、わかりました。12時までに行きます。うん、打てば響くような返事だ。すぐに返事をするか、間を取って返事をするかで相手の反応も変わってくる。お前も花組の隊長として話し方には注意するようにな。12時までぶらついてこいだってさ。よし、ということでとりあえずここまで一旦パート1ということにします。12時までうらつくのがパート2かってことで、ほなまた。